こんにちは。東京の路上から本当にいつもお疲れ様でございます。で重ねてですね、今回お会いできなくて非常に残念だなと思いと、時間の調整ねつかなくって、申し訳ないですね。申し訳ないんですけども、これはね次回もっともっとね熱い思いで出会えるというね期待に変えていただきたいかなと思います。まあ、私はねマトリックスアフィリエイトみたいにもう飛んだりしませんので、皆さんの前にこうやってね恥をさらし続けます。もうこうやって放送して何年になるのかな、僕は速稼塾始めてすぐなんで、もうね2013年の6月14日からこれ顔出し放送始めてますからね、何年になるんだろうね、6年とか7年でしょ。でここまで毎日動画をやってる人ってもう吉谷さん以外を置いてね、あ、小野立さんもそうだ、いないですよね。だってその当時ネオヒルズって言われた人たちですら動画を上げてない日ってあるわけですよ。まあ私みたいなね質の悪い動画っていうのはあんまり上がらなくてもいいのかもしれませんけども、それでもずっと見ていただける方がいて、私のことをね本当に気にしてくださる方がいて、全国でオフ会やっても必ず来てくださる方がいると、本当にありがたいことだなと思います。しばらくはねちょっと出産に関わらせていただきますんで、あっちこっち行ったりすることはないと思いますし、人をねお迎えするような環境も今ね作れてないですけども、半年ぐらいしたらね来年の春にはまた皆さんのもとにお伺いしたいと思います。まあその時は運転も慣れているでしょうから、トランザムでねナイト2000の方で伺おうかと思いますよね。一人でも多くの方にお会いして感謝を申し上げたいなっていうのと、やっぱりねちょっと私のことをすごく信頼してくださってる方には、望むんだったら私のような人生をお送りしたいと思います。今だったら私はできるんですよ。やっぱ自分が豊かになるって自分の周りの人も豊かにできますんで、本当にいいことだと思います。だからね、一人でいいかなと思うんですよ。自分の家族とか身内の中にたった一人でもいいから、こういうふうに黄金の暮らしを送ってる人がいたら、その人にいろいろねこう教えてもらったらいいと思うんですよ。でも皆さんの暮らしの中にそういう人いるかなってところなんですよ。皆さんの親が億万長者、兄弟がもう大富豪とかね、で誰かが投資で成功しているとか、もしなければ今こうやってつながってる私のところに来てもらいたいと思うんですよ。で私がね何人もかもできるってわけじゃないんですけども、周りに見つからないんだったらちょっと来てほしいなと思いますし、吉谷さんのドリームアカデミーにもね入っていただきたいかなと思うわけでございますね。まあお金を稼ぐこととか稼がせることに関しましては、私もはばかりながらちょっとしたもんだと思いますし、吉谷さんもねすごいねこの15年を送ってくださってると思います。15年この世界で生き残ってるってことは、少なくとも15年、生き延びてるってことなんですよ。実はよくわかんない表現ですけどね。でも多くの方ってのは、昔はやってたとかね、あ、それ昔聞いたことがあるとレベルで、今はどうしてるんですかって言ったら、今は生き延びてないわけなんですよ。でよそでねなんか別のことやってるわけなんですよ。いやそうじゃないんだよなと思うことですよね。で私たちは情報は使ってますから、情報っていうのはね千変万化無限なんですよ。でもう今日は例えば何かの会社のことをやってたり、今日は政治のことをやったり、今日は特定の商品のことをやったり、今日は個人的な飲み会のことをやったりとかね、何でもいけるわけですよね。でもどっかの会社に勤めてる方って、その販売する商品とかかかってる商品ってずっと一緒じゃないですか。車の会社に勤めていて単素を売るってことはないですよね。だから時代の変化に全然対応できないんですよ。だから私は固定した仕事をするべきではないと思います。これはね、昭和30年代、40年代は1個の仕事で良かったんですよ。まだ世の中に物がなかったんで、まだまだ足りなかったんですよ。でも今、物が溢れてきて、安くしても売れないわけですよ。で、特にお客さんっていうのは安さを要求してきて、安さを要求してるのに高いレベルのものを求めてくるわけなんですよね。そう考えると、いろいろとね、不都合が起きてくるのは仕方がないことかなと思います。それでね、まず考えることっていうのがもうなんかね浅いわけなんですよね。今日はちょっと厳しいこと言いますけども、浅いともう本当に吉谷さん見てると頭が下がるのは、吉谷さんはなんかね優秀な人ではないことが失礼ながら多くの人に晒し続けてるんですけども、ことお金を稼ぐこととか稼がせることに関しましてはもう東大レベルですよ。これはねもうどうしようもない否定できない事実です。だって吉谷さんみたいに暗算がね、吉谷さん以上に暗算が得意な人とか、吉谷さん以上に勉強ができる人とか、吉谷さん以上に言葉を知ってる人って山ほどいるのに、その人たちは暮らしに困ってるわけなんですよね。で吉谷さんはもう路上からでも放送してね、何やってんだこの人みたいな感じなんですけども、確実に毎月毎月パフォーマンス上げてるというね。おそらくなんですけども、吉谷さんが月収でね100万を切るときって人生にずっとないんじゃないかと思いますよね。まあ、100万どころか年収で2000万とか切らないんじゃないかと思うんですよ、こうやって姿を見てると。だから生き延びてるわけですからね。しかもニスも R34 とか維持してるわけですからね。やっぱあの車があるだけで子供が1人2人いるようなもんなんで、もうすごいですよね。自分も愛車を持ちながらね、いや車の維持費ってのはこのレベルなんだなと思いましたね。今までね、中古の車とか乗ってて維持費が高いと思ってましたけど、そんな比較じゃないともう家のローン払ってるみたいなペースでかかってきますんで、吉谷さんも車修理するたんびにね、青い顔してるんだろうなと。でも青い顔するのと同時にそれが励みになって、やっぱりこうね、しっかりと稼いでいく力に変わってるのかなと思いますよね。まあいろいろと申し上げましたけども、今度ねお会いできる時にまたねしっかりと話し合っていきたいと思います。今回は吉谷さんにね、本当にやっぱりすごい人だなということをね、なんかひしひしと感じました。ここから見える景色、まあね、港区なんですよ。六本木ヒルズ見えるんですよ、ここにね。あそこで一緒に集まってワイワイガイガイやりましたよね。なんか懐かしいですね。あそこがね自分の原点なんだなぁと思うと、こうやって眺めて、今こうやって眺めてますけども、ありがとうございますありがとうございますみたいな感じです、うん、まあこれからもいろいろとお世話になろうかと思いますけどね。はい、ではね、いろんな今までお世話になった方に恥をかかせないように、少なくとも私はこの自由で、そしてね奔放な暮らしを維持して、自分らしく、誰よりも自分らしく生きることによって、いや久保っていうやつがいるだろうって、あいつはね俺が育てたんだよって言わしてやろうかなと思いますからね。吉谷さんも久保さんは私が育てたって言い続けてくださいね、そのぐらいの恩返しができると思います。それでは失礼します。